はい、こんばんは。参議院議員の音響俊です、えー。7月の3日にこちら収録をしております、えー。今日はね、出口調査、選挙の出口調査についてお話したいと思います。まあ、あの、選挙期間中っていろんな数字が出回るんですよね。世論調査、自民党調査調べとか、なんとか新聞とか、TBS んの言ってるさんだとかですね、えーの、なんとかの数字ですっていうのは、ぐわって政治関係者の間ではこう出回るっていうのは、これはもう、もう、鉄板というかですね、毎回の選挙なんですけども、最近なんかこの数字がね、なんかネット上にまでこう溢れる、 感じになってるんですよねこれなんか今までが不思議だったのかもしれないですけどもなんか関係者の中ではメールとか LINE とかでこう,もうチェーンメールのようにですね今小池さん1位だエレンホーさんが2位でポイントはこれぐらいだって出回るんですけどもれなんかダイレクトに SNS でアップするやつってあんまりいなかったんですよこれまではなんかで僕もあんまり見た記憶なくてところがね去年ぐらいからもうその生の数日と回ってきたのがそのままこうツイートする人たちが出始めたとそのままそれなりに影響力ある人たちがそアップしてするとさらにそれをなんかこの 回ってくる数字を元に記事を書く週刊誌系のネットこたつ記事を書くようなメディアが、もうそれはメディアと言っていいのかどうかわかんないんですけども、メディアもその数字を使って記事を作るみたいなことができてしまって、なんかちょっとなんか時代の流れが変わったというか、大 SNS 時代情報化社会で、このなんか一部の人が今回ってて、でもこれは表には出さないお約束、お約束よねみたいな感じでこう関係者の中でこう収まっていたものが、今なんか外に出始めてると、まあいう,こう感じが、なんか時代の変化をまず感じますと。で、この特にこの出口調査の なんですけどもこれがかなりなんかねこの数字が難しくてというか最近出口調査当たんないとかも言われ始めてるんですけどもあの出口調査の数字ってやっぱねいじられてる時が結構多いんですよねいじられてるっていうのはあの流す時にこう再考するっていうことも一つなんですけどもではあの出口調査ってこうまあ皆さん投票行きじゃないかね外にこう,なんかこう「すいません」っつって「ちょっとアンケートいいですか?」ってきて「何々新聞のものです」とか「何とかメディアです」って言って誰に投票しましたかってのをチェックするんですけどもこれって本当に投票した人かどうかっていう確認ってしないわけですよ。 うん、だって身分証明してくださいとか投票済み証明してくださいってないわけじゃないですか。だから出口調査やっているというところを見つけてですね、例えば、あの、全然関係ない、有権者でもない人がこう、入り口から入っていって、で、別に投票せずにですね、出口から出てくると。で、でちょっと5分くらい滞在して出てくると。で、出口調査に答えるとかで、要は、で、私はなになに共産党の何屋さんに入れましたとか、公明党の何屋さんに入れました、自民党の何屋さんに入れましたということを、水増しすることができるんですよね。 いや、そんなバカなことをやるやついるのって思うかもしれないんですが、俺実際にやってる、やってた、昔これは結構横行した時期があるみたいで、というのも、この数字代の関係者にはこう、ブワーっていきますから。で そうだとやっぱ選挙って勢いが大事なんで、このバンドワゴン効果とかね、カチューマに乗れとかですね、あるいはもう負けそうだからこっち応援しようとかですね、数字によってこう勢いが作れるわけですよね。だからもう、ここはなんか最初のこうカチューマだとか、あるいは接戦でもう一歩だってことを知らしめるためにですね、出口調査の数字をいじろうということで、退去してこの出口の調査やってるところの記述前投票所に行ってですね、投票してもいいよね、投票したかというの顔をして出てきて、アンケート答えて、で、その数字がこう、えー、社の方にね、報告されて、その数字が出回って、あ、A 候補なんかいい勝負してるとか、A を勝つと、あ、じゃあこれはもっと A 応援 そういうことに、あのあれはもう、し負けそうだったから、もう無理だなって思ったら、あ結構接戦だったら、ちゃんとやらなきゃなとかですね、そういうふうに使えるので、こういうなんか出口調査の,あの数字を曲げるという、こういう行為をね、えー、する方々、実際いら,いらっしゃるわけですよね。で、これが今まで、その去年まで関係者の中で、内々で回ってたものが、もう今、外に SNS でバーンってオペラに出て、そしてそれをこたつ記事で、あの一部のメディアが書くような時代だけど、ますますこの出口調査の数字をなんかこう,うまく勢いつけるためにやるというインセンティブが働くわけなので、なんかまあそういうのも、 含めててて今出回っっるる調査ののの数字になるものっていうのは私はどこまで信憑性が置けるかというと結構置けないものなんだなとなんかそういう風な本当話半分以下で聞いた方が皆さんもいいんじゃないかなという風に思いますしでこの眉唾の数字をね元になんか記事を書くメディアというのは私はやっぱあんまり質が高くないというかいかがなものかというとそれは表現の自由言論の自由があるのでもうやることは止められませんけどもやっぱそれは なんかこの人気投票をね、こう、選挙区間者禁止するという法律の趣旨には乗っ取らないものだと思いますし、メディアとしてはなんかあんまりよろしくない記事を書いてるなというふうに思います。えー、なのでまあそういう出口調査ということについてね、まあ皆さんもこの、まあ別に皆さんの中でそんな、あの投票してもいないのにアンケートを答えに行くという方はいないと思います。 しあの、出口調査のアンケートには、あの、協力いただければいいと思うんですけども、一応そういった世界であるということをね、今日は皆さんにお,せお伝えさせていただきました。で、東京都議会議員選挙と東京都知事選挙は7月の中、七夕が投票日です。え、まず何よりね、皆さん投票に行っていただいて、でもうかなり投票率は <laughs> す、投票率上がりそうだっていう観測もありますんで、投票率上がるとね、本当結果わかんなくなりますから、え、東京都議会補欠選挙では <laughs>、私は帰宅は、 北東直樹、板橋区は塚文也、二人を、えー、公認候補を用意しています。東京都知事選挙は残念ながら候補者を出すことはできませんでしたけども、ぜひ皆さん投票に行っていただいて、日本維新の会の候補者にですね、皆さんの一票、えー、投じていただき、我々はお知り合いが北区の方、板橋の方いたら、維新の会の方でよろしく頼むと、ぜひ皆様、口コミを広,広げていただきますよ。<laughs> もうちょっと喋りすぎて、もうちょっと喉が痛んですけど、よろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら、頑張りましょう。